ゼニ平ヘイ取物控え。野村古道著第24話、平イ序助難。1。ハチ、ええ、だな。何をやりましょうか、親分。よしてくれ。てめえが塩辛声を張り上げると、お月様が驚いて顔を隠す。おや変な女がいますい ゼニ型の兵士が古文のガラッパチを連れて両国橋にかかったのは四つ、十時過ぎ。薄寒いので九月十三夜の月が中天にかかると、橋の上にいた月見の客も大方帰って、浜町ヶ島までは目を遮るものもなく、ただもう小バルト色の灰を巻いたような美しい夜です。野暮うで本所からの帰り、橋の中ほどまで来ると、 ガラッパチがこう言って、平時の袖を引きました。大した知恵のある男ではありませんが、目と耳の良いことはガラッパチの天秤で、平時のためにはこれほど、あつらい向きの脇役はなかったのでした。あの中、あれは、見なげですぜ、親分。人間違うじゃないが、合いびきかもしれないよ。合、はいびきがか関へ、はい上がりゃしません。おう。 足の上にしょんぼり立っていた女、じとガラっぱちに見とがめられたと気がつくといきなり乱んを起こして冷たそうな水へざんぶと飛び込んでしまったのですハ飛び込めいけねえおやぶんじじゃねえが足はとっくりだバカやろ着物の番でもするわいいそういううちにぱらりと着物を脱ぎ捨てた平い何なんの躊躇もなくぱっと冷たそうな川へ飛び込んでしまいました 女は一度沈んで浮かんだところ、橋の下にやってきた月見船がこぎ寄せ、何を慌てたか、貝を振り上げましたが、気がついたと見えて、水の中の平時と力を合わせ、見投げ女を船べりに引き上げました。女は激動のために正体もありませんが、幸い大して水は飲んでいない様子。月見船の客は船動と力を合わせて、濡れた着物を脱がせて、 先導の反転や客の羽織などを着せて、さすったり叩いたり、いろいろ解放に手を尽くしていると、どうやらこうやら元気を持ち直します。青い月の光に照らされたところを見ると、年の頃は二十二三少し老けてはおりますが、素晴らしい器量です。野田英気分は少しは落ち着いたが、なんだってそんな無分別なことをするんだ。 平はすっぱだかのままで女を解放しております。近間にいる月見船が二三隻、この騒ぎに寄ってきましたが、無事にすくい上げられた様子を見ると、この頃の町人はこと流れ主義に徹底して、別段口を聞くものもありません。ありがとうございます。顔を上げた女、平次はそれを正面から眺めて、どうやら見覚えがあるような気がしてなりません。 違ったら謝るが、お前さんは、お楽といやしないかえ女はもう一度、心を取り直して、教官の月に、平治の顔を透かしました。ねえ、やはりお楽だろう。ああ、銭形の親分。面ばくない。女は毛戦の上、身を投げかけるように、消えも入りたい風情です。 男の羽織と反転を引っ掛けた浅ましい姿がたまらなく恥ずかしかったのでしょう。ゼリ型のウェブさんでこれは良い方にお目にかかりました。私は長谷川町で小さな質屋をしている笹屋の玄介というものでございます。身分無双なせいで、名前切りお月様などを眺めながら、十七文字を揃えていると、いきなり花の先へ人間が降る騒ぎでしょう。 全く、こんなに驚いたことはありません。なるほど。徘徊の一つくらいはひねりそうな、七夜の亭主にしては肌合いの粋な男ゼリ型の兵士と聞いて、いくらか冷静さを取り戻したものか、見なげ女の後ろからこんなことを言っております。長谷川町の笹屋というと、新しいながら相当繁盛する店で、商売柄兵士も万ら、 知らないところではありません。おかげで一人助けました。どんな苦毒でしたよ。と、平次。苦毒には違いありませんが、上人はこんな時は何の役にも立ちません。ところでおらく、お前のような女が何だってまた身を投げる気になったんだ。平次は七夜の亭主には構わず、船を両国の方へ焦がせながら、ようやく心持ちが落ち着いたらしい。 お楽に話ししかけました。何も、シャレや道楽に死ぬ気になったんじゃありません。親分、ほらみ申しますよ。何兄のコザプロが、親分の縄にかかって、天馬町に送られてから、世間の人は、私を、相手にしてくれません。兄は泥棒かもしれませんが、妹の私は、何も知りやしません。 それを町内の構い物にして、百病神のように追い払ったのは、なんというわけのわからない人たちでしょう。宝泥棒の妹と知れると、どこでも三日と置いてはくれません。三月の間に五軒も越して歩いて、少しばかりの蓄えも使い果たし、身でも投げなきゃ、小食きをするより他に、身の振り方の工夫もつかなかったのです。親分や女将を、 うじゃ悪いでしょうか平次も驚きました。その頃、江戸中を騒がせた三人組の大泥棒のうち、一人は逃げ、一人は死に、孔三郎というのだけ取ったのを、今年中の大手柄にしていると、いつの間にやら、こんなとんでもないところに罪を作っていたのでした。そいつは気の毒だ。おがっぴきだって鬼やじゃじゃねえ。 早くそう言って記載すれば、なんとか、お前一人の身の振り方くらい考えてやったのに。ほやくん、そう言ってくださると嬉しいけれど、私はどうせ、お太郎棒の妹だから、そう悲んじゃいけねえ。お前の身の立つように、及ばずながら、なんとか工夫をしてやろう。もう死ぬなんて、つまらねえ心持ちは、おごしちゃならねえよ。オラックは泣いておりました。 親分、土左衛門はどうしました橋気ですれ違ったのは八五郎でした。川へ飛び込んだ親分の身を案じて、西両国の橋番所に駆けつけると、船を出してもらって現場、橋の下へ焦がせたのです。八か、なんて口を引くんだい。それじゃあおど、お父さん。馬こんなたわいのない掛け合いが、船の中の空気をすっかり和らげてくれました。親分、 寒かったでしょうね。その女は、橋番所に引き渡して、大急ぎで帰りましょう。姉は一本つけて待ってますぜ。この人を連れて帰るんだ。籠を添えてくれ。ええお父さんをまな好きだね。つまらねえことを言うな。ささやの旦那、それじゃあ、この女は、足が引き取って参ります。とんだ、お世話になりました。に、 平イがオラクを連れ込んだのを見ると、女房のおしずは悪い顔をするどころか、自分の親身の姉が久しぶりで里に帰ったように、何の隔てもなく受け入れてくれました。まだ役を越したばかり、若くて美しくて気立てのいいおしずは、気の毒なほど下手に出て、綺麗で年上で、なんとなく推しの強いオラクを立ててやったのです。あくる日、 この辺へ、商売用で来ました。ついでと言っちゃすいませんが、昨夜は親分のお世話になりましたので、お礼、方々伺いました。そんなことを言って、笹屋の主人、玄介が、手土産を持って顔を出しました。とんでもない。足こそ、お礼に上がらなきゃならないところで。平次は急よく迎えて、何くれとなく話しました。平次よりはいくつか年上でしょうが、瀬古にもたけ、 文筆にも明るい様子で、この頃の七夜の亭主には、全く珍しい人柄でした。馬が合うというものか、二人はすっかり話し込んで、おしずの着替えを借りてきたお楽を相手に、とうとう日の暮れるまで長話をしてしまったものです。それから、玄介は、ちょくちょく尋ねてきました。平次が留守だと、お楽やおしずや、 ガラッパチを相手に冗談口を聞いて帰ることもあります。俺を飲んだい。七夜の亭主だって言うが、野大工だか徘徊師だか分かってもるじゃない。あんな物知り顔する野郎は、俺は嫌いそう。ガラッパチは影へ回るとこんなことを言いますが、面と向かうと誠にだらしもなく引っ込んでしまいます。物知りと通人は、ガラッパチにとっては一番の苦手だったのです。 もう一人、おクとゲンスケを嫌いな人間がありました。それはつい、二軒置いた隣に住んでいる、駄菓子屋の娘、おまち。おしずと一緒に水茶屋に出ていて、平時に気があったのですが、張り合ってきれいに負けて、今でも両国の水茶屋に通って、女だてらに大酒を飲んで、男から男へと渡って歩くような、だらしのない生活を続けていいのでした。 ハチさん、おやりよ。知らん顔して通ると、この間、私を口説いたことを、町の家へ触れて歩くよ。ああ、うん、お待ちか。叶わねえな。ガラッパチはそう言いながらも、悪い心持ちがしないらしく、縁台に腰を下ろして、お待ちがくんでくれたぬるい茶をすすります。ねえ、ハチさん。あの女はどこの化け物さ 平時親分のところへ入り込んで、近頃はおしいさんを使いまわしてるってじゃないか。俺がそんなことを知るものかん。いずれ田舎のいとことか目とか言うんだろ。う。ガラッパチは当たらず触らずのことを言っております。近所にあんなのがいちゃ尺に触るね。おしいさんもおしいさんじゃないか。なんだってまた黙って眺めているんだろ。う。そこがおしいさんのいいところさ。お前とは、 少しばかり出来合いが違う。なんだとえもう一ん言ってごらん。何んでも言うよ。おじいさんのあのポーっとしたところを親分が気に入ったんだ。そう言っちゃすまねえが、おちのようにピンシャンしてちゃ、親分の気に入るわけはねえ。ちっしょ。なんとでも言うがいい。ところで、あのおクとか言う女はどうだいおちはこう言われても、大して腹を立てる様子もなく、おクのことを、 ね掘り、は掘り、聞きたがっております。あの、お楽と来た日には大変さ。ただもうねっとりして、煮皮で寝って、鳥持ちでこねて、味噌で味をつけたようだよ。嫌だね。万一おしいさんから、親分を横取りするようなことがあったら、このおまちさんが、生かしちゃおかないって、そう言っておくれ。少し、物騒だね。何が物騒さ。あんな女に、町内を荒らされる方が、よっぽど物騒じゃないか。 おもちはそういった女でした。おしずと平次が一緒になると、ゲームに負けたような心持ちで、一旦きれいに引き下がっては見たものの、横合いから変なのが飛び出して、平次へちょっかいを出しているのを見ると、自分が潔く引き下がっただけに、撃ち殺してもしまいたいような、異様のない衝動を感ずる、といったたちの女だったのです。3。 四五日は無事に過ぎました。おしずは相変わらず豆に立ち働いて、何の影もないように暮らしておりますが、気をつけてみるとぼんやりして、ため息を吐くといったような様子が、ちょいちょい平時にも見られるようになってきました。おくはガラッパチが言ったように少しねっとりとしておりますが、奉公人のようによく働いております。目かけ、旅芸人といった過去はあるにしても、 平治やおしずの親切な仕向けに折れたのでしょう。見たところ、綺麗で菜箸って、身だしなみが良くて、知らない者が見たら、この方が平治の女房で、おしずを妹とでも思うことでしょう。ねえ、お前さん、ちょいとある日、お楽の留守を見定めて、おしずは物陰に平治を呼び入れました。なんだい 誰も聞いちゃいない。用事があるならそこで話せ。平次は少しめんどくさそうでした。私、こんなことはゆまいと思ったけれど、気味が悪くて、どうにも我慢がならない。お願いだから、お金か何かやって、おクさんを他へ預けてくださいません。何予想外なおしずの言葉に平次は目を見張りました。 出てもらったって、その日に困らせるようなことさえしなければ、義理は済むじゃありませんが、お願いですから。お前、焼いてんのかそんなことじゃありません。近頃私はこのままじっとしていると、殺されそうな気がしてならないんです。ゆうべ、裏の井戸で水を汲んでいると、いきなり私の足をさらったものがあるじゃありませんか。いげたに捕まって、 井戸へ落ちるのだけは助かりましたが、気がついてみると、水を汲むと気立つ場所へ、縄で罠を仕掛けておいて、針を通して縄の端を向こうから引くようにしてあったんです。誰が引いたかわからないといえばそれまでですが、この辺りに私を殺す気の人がいるには間違いありません。それから、今朝は物置に入っていると、外から戸を閉めて、若木をかけて、 シンバをした上、隅田原へ火をつけたものがあります。幸い気がついて、通し倒して飛び出し、隅田原の火が軒へ移りかけたのを、点水桶から水を汲み出して消しましたが、この様子だと、これからもどんなことをされるかわかりません。おまちさんに聞くと、2、3日前に猛楽さんは、わざわざ両国の薬屋まで行って何か買っているから、 そっと、後からついて行ってみると、闇金山のネズミ取り役だったそうです。どこでいつ使うかわからないから、用心するがいい。狙われているのがネズミじゃなかろう。おまちさんは、そう言ってくれました。おしずの言うのはもっともでした。二度も三度も、明らかに自分の命を狙う者の細工を見せられては、どんな義理があるにしても、この上、素性の怪しいお楽を、同じ屋根の下には、 起きたくなかったのです。気の弱い、物優しい吉寿が、思い切ってこう言うのですから、それは本当に、よくよくの思いだったのでしょう。おしはい。お前は、俺がお上から、じって鳥名を預かる身分と知って、嫁に来たはずだな。平時の言葉は、もっとの他でした。嫁行ってから半年余り。 つい、荒い言葉も聞いたことのないおしずは、あまりのことに行転して、平時の憤怒とも疑惑ともつかぬ顔を見上げました。おしずは、息の詰まるような心持ちだったのです。縛られたり、ぶたれたり、顔へ怪我をしてさえ、一言も泣きことを言わなかったお前が、それくらいのことで、お楽を追い出すとは、何ということだ。やはり、やきもちと言われても、 文句はあるまい。いや、言い訳は聞かない。身まで投げる気になったおクを助けて、それが気に入らないというような女房は、俺の方でも考え直さなきゃなるまい。女将の御用を務めている体には、いつどんな用事があるかもしれないのに、いちいち嫉妬がましいことを言われちゃ、御用が務まらないというものだ。あれ、そんなつもりじゃ。黙って、お袋のところへ帰ってくれ。 長いことは言わない。10日経たないうちに、何とか言ってやろう。とにかく、お前がここにいちゃ、ろくなことがなさそうだ。手回りの荷物だけまとめて、後と言わずに、今すぐ行ってくれ。見下り班をやるか、迎えの人をやるか、それはもう少し考えてからのことだ。部分別なことをするな。お前さん、そんな、そんな、私はそんなつもりで行ったんじゃありません。管理してください。 死んでも、私はここを動きません。おしずはあまりのことに転倒して、平時の膝にすがりつくと、赤ん坊のように嫌い々やいやをしながら泣きました。もう、二十歳にもなって、大丸まげの赤い手柄がおかしいくらいなおしずが、普段、可愛がられすぎてきたにしても、これはまた、あまりにたわいがありません。惜しい、みっともない。見い出したことを、変顔する俺じゃない。 ともかく、お袋のところへ行って、いつかなり十日なり、俺の考えの決まるのを待つがいい。いや、いや、私はいや、どんなことがあっても、ここを動きやしません。ね、私が悪かったら、勘にしてください。バカ。勘にしてください。お願い。おしずは平時の膝から胸へ首にすがりついて、たった三つになる子供のように泣くのでした。 少し下膨れのかわいらしい顔が涙に濡れて、赤い唇のわなわなと震ういじらしさは、どんな強情な兵士も折れるだろうと思われましたが、頑固に目を閉じた兵士は、それをむしり取るようにもぎ放して、ちガラッパチはいないか縁側の方へ声をかけるのでした。おい。のそりと立ったガラッパチも、んこでしきりと涙を吹いております。 気の毒だが、おしいよ、お袋のところへ連れて行ってくれ。十日だったら、改めて兵士が伺いますって。いいかごめん、小室。なんだとそんな使いは、ごめん、小室よ。バカ。つったってものを言う奴があるか。立とうと座ろうとかってな。こんな定時を追い出して、あの、めねこの化けたような女と一緒になるつもりだろう。そんな野郎は、もう、親分でも子分でもねえ。 やろうと言ったな、バ鹿。バカの親分は野郎でたくさんだ。ちキしょう、嫌がったな。平次は思わず、タバコ分を持って立ち上がりました。あれ、ハッチさん。お前さんの方が、引っ込んでいてくれなきゃ。どうせ、私が悪いんだから。おしずは二人の間に割って入りました。四。親分、かわいそうじゃありませんか。 おしいさんは泣きながら行きましたよ。私はちょうど横丁でばったり出くわすと、おしいさんをなだめなだめ言ったはちさんが、往来で私を捕まえて、そりゃ変なことばかり言うんですもの。間、ま、の悪さと言ったら。お楽はそう言って調子を取り上げました。おしずが出かけた後、邪魔するものもない心持ちで晩酌の相手までしていたのです。お前が来てから、 おしいの調子がすっかりがあったのさ。気の毒だが、御用聞きの平時に役女部があっちゃ、女将の御用が務まらねでもね、あんなに騒がれて一緒になった二人じゃありませんか。私なんか遠くから見ていて、どんなに羨ましかったことか。おクはそう言って、丸い顎を襟にうずめました。調子を持った華奢な手が少し震えて、 海船、山船といった洋風肌の女にしては、変に高ぶる感情を抑えきれない様子です。お前も一つやるかい、お楽。雫の仕立たれそうなチョコを、お楽は小さく両手で受けてにっこりしました。妙に脂の乗ったなまめかしさは、嫌な言葉ですが、にんまり笑った、というのが一番適当しているでしょう。 おしずの着替えにはそういありませんが、おくが着ると、目線も木綿も粋になるのでした。洗い髪に赤い赤い唇。チョコに触るとそのまま酒も便利になりそうな。それは、なんという感能的な魅惑でしょう。だけど、嬉しいね。親分とこうしていられるんだから、私はまるで夢のような心持ちよ。 少し慣れ慣れしい口を聞いて、チョコを返す手に思わせぶりな力を込めたりしました。つまらないことを言っちゃいけない。ところで、お前に色々聞きたいことがあるが、言ってくれるだろうね。と、平時。親分には命を助けてもらった上、こんなに親切にしていただくんだから、何もかも言ってしまいますわ。その代わり、私の願いも、 聞いてくださるでしょおクはいつの間にやら、長火鉢の向こう側からこの方側へ滑って、平時の体に持たれるようにしているのでした。それはもう、大抵のことなら聞くが。ありがたいわね、親分。一体、どんなことをお話しすればいいの他でもない、半年前に、江戸中を荒らした三人組の大泥棒。一人はお前の兄の幸三郎で、 これは天馬町の大楼に入っている。もう一人はマムシの三平。これは死んだそうだが、あと一人残った人殺しのふ吉。これは頭文で人の五六人も殺している。一人だけ名目を逃れて、今でも人も投げに五府内を荒らし回り、この兵士を苔にして喜んでいる。俺はこのふ吉を縛って、江戸中の人を安心させたいのだよ。 わかりましたわ。親分。思い切って言ってしまいましょう。兎は名を変えて、今では江戸の真ん中に住んで、親分が死んだと思い込んでいる三平と一緒に、相変わらず悪事を重ねていますよ。お楽の手はいつの間にやら平次の腕に巻きついて、その少しほてった顔は、妙に悩ましく平次の緊張した顔を見上げるのでした。それはありがたい。 佐吉、あの人殺しの佐吉と言われた野郎と、兄弟分の三平はどこにいる教えてくれ、おク。その代わり、私のお願い。できることなら何でも聞く。佐吉はどこだおクが何か言おうとした時でした。ごめんください。おかっての格子が開いて、そろりと入ってきたのは、石原のリスケの娘で、 平時には日頃恩にもなり、親しみも持っているお品。親のリスケの病中は、その代わりに古墳どもを指図して、じって取り名を恥ずかしめなかった女ですから、見たところは弱々しい、出戻りとも思えぬ若くて美しいお品ですが、気象や菜地は波の男の三人分もあろうという女です。ちょうどこの時、親分、こんばんは。 ちょいと、おじいさんのお留守見まいよ。入っていい表からは、二軒置いて隣に住む、昔の,の買お静のばいお待ち。それは無抵抗で優しいおにだけは兜を脱いでおりますが、他の女が平次に指でも刺そうとしたら、山犬のように食いついてやろうという恐ろしい女です。あ、お静さん、お待ちもかえ。平次も、あっけに取られました。 せっかく、お楽の口から、胸族のありかを聞き出そうとしている矢先に、こんなのに飛び込まれては、全くやりきれません。おまちもかまあ、ひどいでしょやぶん、そのもかが気に入らないよう。おまちは、自分の家のように入ってきました。よかったな。よかったのおしいさんよ。あんなかわいらしいおかみさんは、江戸中探したって二人とあるものか。 お前さんには過ぎ物だ。そんなメネコの化けたような油切った女なんかと、見返ちゃ罰が当たるよ。お待ち、口が過ぎるぞ。おみきは過ぎてるが、口なんか過ぎるものか。お待ちは、ちょっとも引きそうにありません。それどころか、長火鉢の向こうへ、女だてらに大あぐらをかくと、お楽の手からチョコをむしり取ります。さあ、親分ついでおくれ。何をキョトキョトしてんのさ。これでも、 このメネコよりはマシだよ。おじいさんに親分を取られた時は器用に諦めたが、親分を他の女に取られるようなことがあっちゃう、両国の水茶屋の治れだよ。平次は苦笑いして立ち上がりました。後にはお品。親分、おじいさんは、お里へ帰ったそうですね。どこから聞いたんだ、おしなさん。手紙が来ましたよ。頼むから一晩、親分を見張ってください。 どれ、その手紙を見せな。平次はおしらの手から手紙を受け取りましたが、見覚えのある主席ではありません。親分、ここへ泊まっても構わないでしょおしらまでがこんなことを言います。これはおまちと違って叱ることも追っ払うこともできないだけが厄介というものでしょう。こいつは面白いや。女三人で親分を真ん中に、にらめっこのおつやなんざ、洒落たものだね。 おまちはすっかり喜んでおります。親分、あの話は明日にしましょう。と、お楽。これもへキエする柄ではありませんが、さすがにこうなっては何を切り出すこともできません。驚いたな。どうも。みんな帰ってくれ。ご親切はありがたいが、一晩頑張っていられちゃ、俺がたまらない。と、平時。 色男には誰がなるってね、親分。こう心臓に触がれるのも、まんざら悪い心持ちじゃないだろうお待ちは柱にもたれて、太平楽を言っております。五。銭形の兵士もこの晩ほど、ひどい目に遭わされたことはありません。油切った妖艶なお楽と、鉄火であばずれで男のように短歌を切るお待ちと、出戻りとは言っても、 美しくて賢いお品の間に挟まって一晩苛まれたのです。朝になると飛び出して一っ風呂。お品がこしらえてくれた飯を済ますと、そのままぷいと飛び出してしまいました。これより他には女難よけの手立ても考えられなかったのです。留守は多分お品がいいようにやってくれるでしょう。しかし事件はその日のうちに急転直下して、 凄まじいカタストローフまで押し進んでしまいました。その晩、町内の銭湯へ行ったおクが容易に帰らないと思っていると、あ、人、人おしい。路地の中で大変な騒ぎが始まりました。留守番のお品は飛んで出ました。お町が引き上げてしまった後、さすがにお品一人では寂しかったのです。なんだなんだ あちらこちらから人が飛び出してきました。平時の家の近く、通りから少し入った一軒の路地。一方は板塀で、一方は表を閉ざした菓子屋。その先が池垣で、共同井戸で、黒路地になっておりますから、日が暮れると滅多に人の通らないところです。誰か手職を持ち出すと。おみんな、潮の引いたように引きました。恐ろしい血潮の中に、 若い女が仰向けに倒れているのです。平時親分のところにいる人じゃないか。誰かが言います。紛れもなくそれは、お楽の取り乱した湯上がり姿にそういなかったのです。平時は朝から留守、どうすることもできません。そのうちに誰が行ってやったか、町役人が見回り同心を連れてやってきました。後ろから顔を出したのはどうして駆けつけたか、 ミのワのマシと岡倉グラの聖吉、おシは、しまったと思いましたが、今更病中の父親を連れてくるわけにもいかず、一人で気をもんでおります。旦那、申し上げます。殺されたのは、この間から兵士のところへ入り込んでる女で、オラクというそうです。そのために兵士は、女房のおしずを出したって話ですから、いずれそんなことで、 刃物三杯になったんじゃございませんかマシチはすっかりいい心持ちそうに、お楽の死体を見たり、そのあたり中の人に当たったり、目まぐるしく活動しては、合間合間に同心に報告しております。刃物は何だ合口の細いのでございます。後ろからついたところを見ると、下手人はどうせ女でしょううん。妙なものを見つけましたよ、旦那。 死体のそばの血の中に、これが落ちていました。満七の渡したのを見ると、符の入った別甲の串、銀で唐草を散らした、その頃にしては、この上もなく贅沢な品です。これはいい手がかりだ。と、同心。心当たりのものに聞くと、それほどの品ですから間違いはありません。平治の女房の、星図の品なんだそうで。 何兵士の女房が下手人だというのかマ七の謎を解いて、同心も驚いた様子です。お静が下手人だとは申しませんが。とにかく、この女のために昨夜追い出されて、お袋のところへ帰ったそうですから、一応呼び出してお聞きくださいまし。こんな人通りのない路地の奥へ入って、どうしてしなんか死体のそばへ置いたか。 その言い訳さえ立てば、おしずの疑いはすぐ晴れます。うん。どうも、マシチの言うことはいちいち皮肉です。もう一つ、これは大したことじゃございませんが、念のために申し上げておきます。おしずは、よほど悔しかったと見えて、今日は朝一番、昼頃一度、平時の家の周りまで来て、うろうろしていたそうです。 朝と昼来たくらいですから、酔いに来ないってわけはございません。いよいよもって、満室の下は毒を含みます。しかし、童心もすぐに平時の女房に縄を打たせるわけにはいきません。念には念を入れて、路地の内外、湯屋での様子、それから平時の家に留守番をしているお品まで調べました。が、おしずを呼び出して聞くより他には、 下手人の見込みも当たりも付きそうもないと分かったのです。おしずの里というのはこの付近か。と、同心。つい、そこで、呼んできてもらおうか。同心の許しが出ると、聖吉は飛び出そうとしました。どっく、どっこい。それには及ばねえよ。おしいさんにやましいことがあるわけはねえ。 ぬっと顔を出したのは八五郎でした。八八兄か。銭形の親分も、とんだかがり合いで気の毒だな。ましちは、妙に笑いたいような、泣き出したいような、しかめっ面を見せます。へっ、おりわということで。身の濃の親分が体操気の毒があっていなすったと、親分へ申しておきましょうよ。ところで、おじいちゃんは、どうなすったえ これも気の毒みたいな話で、つい今がたまで、おっかあとはを相手に、泣いたり笑ったりしていましたよ。どうかいおとまりで聞けばわかりますわ。この櫛は、おしずさんのだってね。しちは、動かぬ証拠のつもりで、別行の櫛を見せました。おしさんのだったら、どうなるんだ気の毒だが、下手人の疑いは免れっこはね。ええ。 死体のそば、それも、血の海の中に落ちていたんだ。そうですかい。もう一つ同じ櫛を持っている人があったらどうします皆輪の親分。なんだとちょっと、待っておくんなさい。ガラッパチは飛んで行きましたが、しばらくすると、ベロンベロンに酔っ払ったお町を、引っかつぐようにして連れてきました。なんだって反のメネコが殺された いい気味だね。明日でもに生きておりゃ、私が殺すつもりだったよ。安ょうと一晩苦みあったので、今日は気色が悪くてしようがないから、店を休んで朝から飲んでいたんだよ。いやもう、めちゃめちゃの機嫌です。お待ち。人一,一人の命に関わることで、しっかりしておくれ。これだ、この串は、お前のだろう。ガラッパチは一生懸命でした。万七の手から受け取った櫛を、 お町の朦朧たる水岩の前へ持って行きます。私のだよ。誰が盗んで行きやがったんだ確かに、お前のだね。星さんと一年前についにこしらえたんだよ。星さんの出なきゃ、私のさ目印はないかえそんなものがあるものか。針でついたほどの傷もつけないのが自慢だったんだ。誰が一体盗んで行ったんだお町の言うのは、 そらしくもありません。いつ盗まれたんで、でたらめを言っちゃうならねえよ。万七は横合いから口を出しました。でたらめち、ちくしょう。おかっぴきじゃあるまいし、お町姉さんがデたらめを言うかい。しは二月前に盗まれたんだ。町奉行所へ届け出なかったのが悪きゃ、どうともしやがれ。お町の大地に崩れるのを尻目に。おじょうり。 おしずさんの疑いは晴れたとは言えねえな。マシッチはニヤリとします。美濃アのやぶん。おじいさんは昼からずっとここへ来るまで、あしと話していたんですぜ。ハシゴは少しムッとした様子です。ひとつあのだ。派手になるものが。美濃アの、あしが嘘をついたっていうのかい誰もそんなことは言わねえよ。おまちはこないだから。 おクのアマを殺すんだって祝っていたが、もう少し聞いてみちゃどうですえ親分。こんな酔っ払いに人間一人殺せるわけはねえ。無駄だよ、ハジアニちょう、とあっても。縄張り外で気の毒だが、平ジアニではこの調べが難しかろう。俺が代わって、おしずさんの口を割ってやらなきゃなるまい。どっこい。ミノワの万室はそう言って、岡倉グラの聖吉を振り向きました。 何やら目くばせすると、苦い笑みが二人の顔をにやりと走ります。きしょそんなことをされちゃ、ゼリ型の親分の治れだおしいさんを調べるなんて、俺が不承知だ八五郎は大手を広げて立ちふさがりました。馬鹿野郎立てまつっておきゃいい気になって。てめえたち三下の下ったこっちゃねえ。黙って引っ込んでやがれ。何をやがるてめえは仲間のやしみってことを知らねえのか ギリモン人情もねえやろだ。それもおしいさんに少しでも疑いがあるならともかく、おしいさんはおふくろれのそばをちょっとも離れちゃいねえんだぞ。うるさい。人材、ここを通すものか。役目の表でもか。だが野郎、土地を通らねえと、てめえのようになるとはよ。はっはっは。聖吉はしゃれを言いながら、八五郎の胸をドンとつきました。やろ。 つきあがったな飛びかかろうとする八五郎。騒ぐな、八五郎。話は俺がつけてやる。後ろから、そっと肩に手を置いたものがあります。何を振り返ると、八丁堀の旦那、銀味よりき筆頭、笹野慎三郎が、微笑を含んで立っているのでした。七。 満室とガラッパチの争いの構ずるのを恐れて、お品がそっと人を走らせ、さあさの新三郎に助けを求めたのでした。調べはまた最初からやり直し、何から何まで念入りに繰り返しましたが、結局、お楽を殺す動機を持っている者は、お静とお町の二人だけ。落ちていた櫛は二人のうちどちらかのものと決まっておりますが、お町は二月前に紛失。 おしずは昨日落としたというだけで、これも水掛け論に終わりそうです。おしずはとうとう呼び出されて、おちと一緒に調べられることになりました。騒ぎを聞いてちょうどそこへやってきたおしずは、そのまま下手人の疑いを受けて、みんなから冷たい目で見られなければならなかったのでした。ちょうどそこへ、のっそりと銭形平次が帰ってきました。おう ほやぶん、大変なことになった。八五郎は飛びつきました。万七のそばに引き添えられたおしずは、飛びつくこともならず、涙いっぱい溜めて、平治の喜び勇む顔を見ております。聞いたよ。おらくは殺されて、おしいとおちが下手人の疑いを受けているって話だろう。おかげで俺には、何もかも、分かったような気がする。旦那ごめんなさいまし。 皆の名分の、ご苦労様。平時はそう言うと、つかつかと死体のそばにより、ちょうちんや手食のあかりで、恐ろしく念入りに調べ始めました。傷口から獲物からそのあたりの大地まで、平治の目からは何一つ逃れようがありません。大方、検討がつきましたよ。串を見せてください。ほう。これは惜しいのだ。えガラッパチは言うまでもなく、 おしずも、しんざぶろうも、まっしちまでもびっくりしました。自分の女房を致命的な疑いに引き入れるような言葉です。どの辺に落ちていたんだ誰が拾った元のように置いてもらおうか。それで間違わないね。後で間違ったなんて言われると困るが。何目印がつけてあったそれはありがたい。平次はそう言って、もう一度串を取り上げながら続けました。 この串には血がついていない。誰も吹きやしませんね。もっとも、一度血のついた串なら、吹いても歯の間に血が残っているはずだが、この串にはそんな跡はない。血の中に入っていて血がつかないとすると、この串はお楽を殺した時落としたんではなくて、後から持ってきてそっと置いていったものに違いない。血が乾きかけてから置いたんなら、串へは、 血がつかなかったわけで。皆はこの一言で、すっかり平時に征服されてしまいました。互いに顔を見合わせて、次の言葉を待つばかりです。自分の持ち物を死体の層へ持ってくるものはないから、この下手人は、惜しいでも、お待ちでもありませんよ。平治は、笹の新三郎の方を向いて、こう言います。みんな、ほっとため息をつきました。 分けてもガラッパチの喜びようというものはありません。それから、こんな袋路地の奥へ、湯帰りのおクを連れ込むのは、知っているものでなきゃならないが、女じゃありません。後ろからついたから、一応女と思うのももっともだが、女が合い口を持って、向こう好きにしたとすると、傷口は上向くはずだ。第一、帰り地が大変だから、その辺にうろうろしているとすぐ見つかる。 これは、おクを胸に抱いて、後ろへ手を回して、合口を背中に押し当てるように、恐ろしい力で突き下げた傷だ。これなら返り血を浴びることもなし、傷口が下向きになっているのが何よりの証拠だ。それから、おクの手の爪の中に紬の糸くずがほんの少しらが入っている。抱きついて背中を刺された時、かきむしったんだね。 つむぎを着るのは大概男だ。なんという名察でしょう。マシチは一句もなく首を垂れました。一体、下手人は誰だヘイジ、話してみるがいい。お前には分かっているようだが、さっさと新三郎はこらえかねてこう言いました。最初から申しましょう。九月十三夜に両国橋で、 私は見投げ女を救い上げました。これがお楽で三人組の大泥棒、幸三郎の妹でございます。そばにいた船へ引き上げてもらおうとすると、その船の船頭が貝を振り上げて私を舞踏と構えたのです。幸い、月見船が二三蔵いたので私も命拾いをしましたが、これはただごとでないと思ったから、そこからお楽を引き取って少し見ていることにしたのです。 平時の話はきっかいでした。調べてみるとお楽は、傍衆生まれのかっぱで、水で死ぬような女ではありません。兄の仇を打ちたさ。それの仕事を手伝うつもりで、平時の通るのを知って狂言見なげをやり、あわよくば水の中で打ち殺し、やり損じたら、一芝居打って平時の家へ入り込み、平時を何とかして、亡き者にしようと思ったのでした。 ささやげんすけというのは、おらくの亭主でございます。それは後でわかりました。平次は、こう続けます。おらくは平治の家へ入り込みましたが、平次に心惹かれて殺す心が鈍り、その代わり、おしずを殺そうと計画したのでした。平次は、おしずあやうしとみて、わざと腹を立てたふりをして、おしずを母親のもとに返し、すぐさま怪しいと睨んだ。 笹谷源介の身元を探し始めました。これが、おらくの亭主だったことは言うまでもありません。お品を呼び出した手紙を、平次が手を回して、笹谷の亭主の書いたものと比べると、寸分たがわぬ同じ筆でした。笹谷のげんは、女房おらくの心変わりを知って、平次と一晩一緒に置くのを気遣い、お品をおびき出して、 その万人にしたのです。お町が飛び込んできたのは、これは玄介にも予想外だったでしょう。笹屋の玄介は三人組大泥棒の資料、房吉の変名だったことは言うまでもありません。おクが自分を裏切って、自分と三平のありかを教えようとしたのを聞いて、初めて殺意を生じ、いよいよ打ち明けるという今晩。戦闘へ行ったおクをつけて、 この路地に誘い入れ、いろいろにとき立てたのですが、おくはすっかり気が変わって、源助の言うことを聞かなかったので、前から抱き寄せるようにして、隠し持った合い口で一月にしたのです。串は源助がちょいちょい、私の家へ来るうち、何かの役に立てようと思って持って行ったのでしょう。どうかしたら、昨日、お静が飛び出すとき、慌てて落としたのを、 拾ったものかもわかりません。平時はこう説明して、一度辛く当たったおしずへ、勘弁しろよ、といった優しい瞳を送りました。おしずはもう嬉し泣きに泣いて、それも気のつかない様子です。ところで、その笹屋の玄介というのはどうした急いで手配しなければなるまい。と、笹の新三郎。それにはいません。あれでございます。 さす人みの中から一人の男。身を翻して逃げ出そうとするの。早くも平時の手から飛んだ投げ銭。一枚はそのうなじを、一枚は背を打ちます。あっ。怯むところ、どこをどう飛び込んだか。親分の気を知ることの早い八五郎は、さっと飛び込んで、後ろから飛びつきました。これが、笹やの玄助か。笹の新三郎は、 物さしくさえ見える縄きを帰りました。そうでございます。三人組の頭で人殺し、ふさきしという恐ろしい男でございます。平時はおごる色もありません。そうと知ったら逃げるんだって。てめえの話に釣られて、とうとう年貢を納めさせられるよ。ふさきは悔しそうに歯がみをします。 ガラッパチは最初から、お前のそばについていたよ。俺の目の動き一つで、何でも読むのが八五郎の芸だ。逃げたはずの三兵も、今頃は捕まっているだろう。それも、手配をしておいたよ。兵士は、子供投げに、こう言います。じゃニーの親分、お前さんは、星さんを捨てちゃうならないよ。星さんを泣かせると、このお町が、承知しないから。 酔っ払いのお待ちはふらふらと立ち上がると、おしずの首っ玉にかじりついて泣き出してしまいました。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。いいねとコメントもよろしく。